界の生けるレジェンド三浦知良。今夜キングがテレビ初告白。ドーハの悲劇に隠されたアフタナースクープとは。あんま後悔っていい言葉使いたくないですけど、って言ってたような気もするんですね。今だったら絶対言わないことですよ。勝って悲願のワールドカップ初出場へ。国民の思いを胸に先制したのは日本だった。前半わずか5分、ネットを揺らしたのはエースカズ。しかも一次予選からここまでカズがゴールを決めた試合はなんと全勝。自分が点を入れて負けるってことはほとんどなかったんで。そしてリードしたままハーフタイムへ。しかしそこで発してしまった一言が運命の歯車を狂わせた。あんま後悔っていい言葉使いたくないですけど、ワールドカップもこれでいけんじゃないかって言ってたような気もするんですね。ワールドカップいけんじゃないか、この1点でいけんじゃないか。あの時からもう後半に向かう中でみんなおかしかったんじゃないか、今だったら絶対言わないことですよ。ハーフタイムに 2-0 で勝ってても 3-0 で勝ってても、そこでオフトがシャラップって言ってるんですよね。みんなにちょっと静かにしろって。そんなことなかったと思うんですね多分。実はこの時の様子を指揮官オフトは試合後の会見で語っていた。ハーフタイムのテンションが高すぎた。冷静さを失い統率することができなかった。その時にも精一杯尽くしてたと思うんですけど、どこかでもう勝てるだろうっていう気持ちがもしかしたらあったかもしれませんね。そういうなんかざわついてた雰囲気を出してしまったっていうか、まあ過信ですよね今思うと。若さゆえの過信、その油断こそがあの悲劇を生んだに違いないと、カズの胸には今なお深く刻まれている。この足の上ボールが上がっていったのスローモーションのように覚えてます。やばいってこの気持ちに心の中で叫んだの覚えてます。あ、やばい。あの時の不思議な時間でしたね。そしてドーハの悲劇にはもう一つのアフタナースクープが。この後悲劇の当事者ゴン中山がその新事実を初めて明かす。ドーハの悲劇の裏にまだ語られてない何か事実があって。語られてないと思うんです僕は。ただ知ってたら知ってたって言ってください。何なんですか恥ずかしい、ね、開きながら早いですよ、はい、試合やってる時ですよね、はい、後半グラウンドというかそのグラウンドの周りにその陸上トラック的なものがあったんですね、はい、そこに空き缶かなんか投げ込まれたんですよ。それでちょっと試合が中断したんですよね、はい、それがロスタイムにこう加わって、あれがなかったらもしかしたらっていうのもあるんですよ。いやいやそれ知らないですよ。知らないですか。全然知らない。僕も初めて言いましたけど。じゃあ知らないですよね。全く知らないです。実際にその時の映像があります。映像があるこちらご覧いただきましょう、はい、それは後半5分のことだった。あ、止まってる止まってる、これだ。審判が手に持っているのは観客から投げ込まれた空き缶。そのロスはおよそ40秒間だった。40秒間 だもしかしたらですよ。もしかそれがなければっていうのは、あの考えられるとこですけどね。いや、もうあれ以来缶ジュース飲めないですよね。じゃあそうですね、そんなことないです。缶ジュースを飲んでもちゃんとゴミ箱にちゃんとしてる